僕は一回動画で言った SMAP のね、グッズをやった時も菊池ちゃんの紹介で、飯島さん経由で、青山さんという方にお伝えして、グッズをやらせていただきました。あれも結構前ですよね、もう。そうですね。だいぶ前じゃないですか。めっちゃ前ですよね。で、なんやったら SMAP のグッズの時にやったそのグラサンがあるんですけど、この話持ってきたんが、ひろきの件でなったともみなんですよ。たまたま。だからめっちゃみんな繋がってて、あの SMAP のグッズの売り上げがやばかったですよね。売れましたね。俺はあの時はジャニーズの凄さを見せつけられたというか、菊池ちゃんがそこにオイルっていうのもすごいなと思ったんですけど、俺がね、動画の初めの段階でタレントとかアーティストとか暴露ある人の名前書いていったじゃないですか、リスト。あの中にね、木村拓哉さんと中居正広さんがいたと思うんですよ。覚えてますか？実は、中居くんはちょっと違うんですけども、木村拓哉さんに関しての話は菊池ちゃんが深く関わってるんですよね。そうです。実は、菊池ちゃんも現場にいなかったんですけども、僕は電話もらったわけですよ、菊池ちゃんからいきなり。で、電話もらった時に言われたのが、東さん、ハワイに可愛い子いますかって言われたんですよ。で、俺、菊池ちゃんがハワイにいるのかなと思ったから、ああ、全然繋げますよって言ったら、いや、僕じゃないんです。誰ですかって言ったら、完全にシークレットにしてほしいんですけどって言われて、誰誰って話をしたら、木村拓哉さんですって言われて、まあ、びっくりですよ。俺、キムタク大好きやから、ドラマもずっと見てたし、俺、菊池ちゃんがね、ビューティフルライフのキムタク乗ってた TW を菊池ちゃんがもらったんですよ。木村拓哉さんから。俺、その TW を菊池ちゃんに見せてもらった時に、もう感動して、やっぱかっこいいじゃないですか。同世代だし。で、その木村拓哉にアテンドできるかもしれんっていう興奮で、僕はハワイの女の子いっぱい連絡しました。で、その中の一人の子が、もちろん木村拓哉のことは伏せて、行ってくれるってなったので、どこどこホテルの何号室に行ってと。そしたらマネージャーさんが対応してくれるからっていうことを言って、彼女に行ってもらいました。そしたらマネージャー通して、木村君の部屋に入っていき、その場にはお酒とちょっとしたつまみがあった中で、木村さんは2時間ほどかな、一緒にお酒を飲んで、マネージャーも一緒にですよ、3人で、おつまみを食べながら、彼女の話を聞きながら談笑したり、ずっと紳士やったらしいです。で、最後2時間ぐらい経った時に、そろそろ夜遅いから、気をつけて帰ってね、つってタクシーを呼んでもらい、彼女は帰っていきました。で、僕はすぐ電話かかってきて、東さん、キムタク、やばい、かっこよすぎると。何もされんかったし、めちゃめちゃ紳士やったって聞いた時に、俺は逆にめっちゃ嬉しかった。だから、キムタクってすごいねんなと思って、菊池ちゃんにその話を、LA こっち来た時に久しぶりにしたら、ド忘れしてました、菊池ちゃん。しっかり忘れてましたね。それが僕の中でサブチャンネルでキムタクのことをやろうと思ってた話なんですよ。この話を聞いてね、木村君はもしかしたら全面的に否定するかもしれないし、怒りはるかもしれないですけど、俺は多分この話を聞いた時に男性ファンやったら多分キムタクのことかっこいいと思うし、女性ファンも響くと思うんですよね。それぐらいかっこよかったと思ってます。逆に中居君は、菊池ちゃんはその時ちょっと体調不良で、北海道のSMAPのライブがあった時に僕札幌で店やってて、中居君が遊びに来るってなって、もう一人のヘアメイクの山ちゃんって言ったんですけど、その山ちゃんと中居君がうちの店来てくれました。で、さすがにSMAPやったし、当時人気絶頂の時やったんで、めちゃめちゃ見解体制のまま、女の子を5人1組で回してほしいって言われたんですよ。で、VIP ルームの中で女の子を5人入れて気に食わんかったりとかしたら、チェンジやっていくっていう中で、5人で、全部で5組、25人僕が女の子を飲んで、中居君の部屋に入れていきました。で、だいたい10分、15分ずつぐらいみんな中居君の顔をしながらやっていった中で、一番最初についた女の子を中居君が気に入ったんですよ。で、5人5組25人が全部話し終わった後、中居君帰ったんですよ、チェックして。で、山ちゃんっていうその辺面から電話かかってきて、東さん、今日一組目で中居君の子についた女の子呼べますかって言われたんです。今でも名前覚えてるんですよね。僕、現地名やから言っていいと思うんですよ。マインって女の子なんですよ。で、そのマインって女の子を呼んでほしいと。25人女の子散々呼んだけど、一発目の女の子を気に入ったんやと俺は思いながらも、全然じゃあマインに言いますよって言ったら、マインは、中居さんの部屋行きたいって言って、手つきの夜にマインは消えていきました。もちろんその後ね、どうなったか皆さん想像でわかると思うんですけども、人気絶頂期、SMAPの中居君は、すすきののある店のナンバーワンやったマインと女の子を抱きました。それが中居君に対しての、いわゆる暴露です。